いかがですか？最近、近況報告。2月から、オールインワンの初級を受け始めて、今終わりました。3ヶ月で一応終了できて、その中で一番良かったのは、音声のコメント、教科書の一課を読んで、こう録音して、ドキドキしながらこう 先生からのコメントを待ってて、で届くと、まあ、本当に、あ、そうか、こうかと思うことがいっぱいこう書いてあるだけじゃなくって、先生が声で録音してくださって、でそれをまた先生によって違うんですけど、こう自分で疑問に思ってたところを先生の声で説明してもらえるので、それがすごくなんか一番良かったです。やっぱりコメントが来るとよっしゃと思って、そこばっかりまた練習して、なんかそういうこう刺激があるのが、こう3ヶ月ずっとこう頑張ろうって思えた一番のなんかこう原動力だったような気がしま初す。級を3ヶ月っていうのは随分きついように思うんですけど、きつくなかったですか？スピードはきつくはなかったです。1回の毎日届くビデオは5分あるかないか短いもので、授業を聞いて、次の日のビデオでは練習問題を解答を先生と一緒にこう見ていくという感じなので、分量的には多くないですね。ただ、宿題の中の書く方は、こう疑問があったときに、今先生に聞いていいのかどうかが分かんなくって、文法に関する質問が出たときには、こうなんか一人で悩んでしまうっていうのがあったので、そういうのがこう教室だったらその場で先生にすぐに聞けるんですけど、どれだけこうご迷惑をかけたらいいかっていうと変な言い方ですけど、自分も教員やってるので、どのタイミングで先生に聞くのがいいのかっていうのがオンラインで難しいとこだったかな。許されるのかっていうのはちょっとなんかちょっと呆然として、なんか分かってるけどこういうふうに書いたんだよなって思うようなことはありました。まあなんそか、こが難しい。例えば試験なんかでも、どの範囲が許容範囲なのかっていうか、日本語らしさの自然さを考えると、ちょっとどうかなって思うのと、あと別の話なんですけど、その韓国語らしい表現を覚えるためには、その韓国語っぽい訳を作って覚えておいた方が、なんていうのかな、韓国語らしく話ができるようになるって聞いたことがあるんですよ。何でも日本語で自然に訳してしまうと、韓国語らしい言い回しを覚えられないから、なんかそういうのもあって、なんかそんなことも思いながら、翻訳、悩みながらやってます。でも面白いですね。で、今私2月から始めてるんですけれど、送っていただいてるそのテキストの1ヶ月遅れを今してる状態なんですね。2の3かな、中級パワーアップの、2の3なんですね。で、先生の動画を何回も見て、で、まあ、確認しながら進めているんですけど、毎日その、この間、初級、中級、パワーアップまで進んでおられるその動画を見させていただいて、毎日送ってきたものに対して、こう、回答も出して、それでこうしてるっていう人のお話聞いて、どうしたらそうやって毎日お勉強できるのか、すごく不思議っていうか、すっごいやる気、どうしたら私の生活にそれを取り、結構私も時間取ってるんですけど、こんなに一生懸命勉強することって本当に最近ないぐらい頑張ってはいるんですけど、皆さんのその時間の配分お聞きしたいと思いまして。どういうように、動画に撮ってる人は、Y さんね。新潟の方ですね。Y さん。そうです、人そうです。本当にね、文字の読み方から初級から始めて、今 4BD やってます。パワチューの上。で、今教室です。教室というか、オンライン教室に入ってます。本当。
素晴らしいですね。うん、もう。そういう方のこうあの見させていただくと、ちょっとまた頑張らなくちゃと思って頑張ろうと思う気になるので、どんどん